次の日をつけて車帰りの下駄を探した。マダイの漁師が死んだらよ、沖に祀った竜神の酒も相手もしょるわい。稲妻転がせぶり起こしだぜ、太陽節でふんどししめて、嵐の寄せ場へ中杯でちぎりあっての沖の漁場だ。番屋の車座残りずに、誰の女か海を見て、赤い椿がしおれちょる。女房にしたけりゃ網を引け、竜神暴れる北の海はよ、百万貫の銭このまみよ、闇夜の不夜城へ中部しくばよ。稲妻転がせ振り起こしだせ、大量節で竜神呼んで、嵐の寄せ場へ中部。